はい、岡田さん。ギュン、そう。ギュン、そう。もっとタイミング合わせて。はい、バリエーショントレーニング。ギュン、初。ギュン、長いよ。そう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 、今なかった。ギュン。ねじるのも一緒になるように。ギュン、そう。いいじゃん、ゴートゥー。あー、ゆや。さあ、ゆやも。ギュン。上に浮かすな。ギュン。音ねじる。ギュン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 。そう。もっとしっかり外スキンに力を加えて、そう。ああ、はい。ちょっと分からんけど、多分この腹だと思うんですよね。了解了解。ちょっとついてってあげてね。そう。ギュン。はい、なんかその、当の本人はもう下にずっと待ってるみたいで、パトロールだけが動いてるみたいなんで。そうそう。もっと扱える。ギュン。ギュン。はい、ちょっとせ。ギュン、そう。ハルト、行きます。おハルト、ストック一本でさ、中間まで来て。はい、見つか。ギュン、そう。ギュン。もっと扱える。今の惜しい。そう。そう、手だけやっても意味ないよ。手だけやっても意味ないぞ。そう。そう。よーし、そう。よし。しっかり腰で体重を支えてあげる。エッジングをしてってあげるってイメージだぞ。よーし。はい、ゴートゥー。おあ、今2ターンぐらいめっちゃ良かったのに。下はちょっと、もうちょっと傾け、傾けろ。石カバー。傾けろ、そう。ギューン。一気に、ギューン、そう。ギューン。ギューン、そう。ギューン。ギューン。そう、はい、できろ。ギューン、ギューン、しっかり傾けて、ギューン、そう、はい、淳之介、ギューン、うわ、めっちゃ当たるやん。もっと横に傾けろ、横に。はい。ちとせ。ああ。もう少ししっかりねじれ。そう、今のってよかった。よし。お、タイミング合ってきたぞ。うい。うい。上から押さえようとするんじゃなくて。はい。水か。さあ、水か。手だけじゃないぞ。手だけじゃない。上半身も。はい、もっと厚く加えるようなイメージ。うい。うい。うい。ああ、ちょっと体が追いついてない。はい。ハルト。ハルトだって。え、あ、ハルト。合ってるか。そう。ギュン、そう。ああ、惜しい。また良かったけどな。はい、オケ谷さん。そう。よし、そう、ここで貢献ならない。よし、さっきよりいいぞ。そう、おー、さっきよりいいじゃん。ゆうや行きます。お願いします。ゆうや、いいじゃん、ゆうやも。はい。
おーい、わからんかった今。ジュンです、お願いします。ジュンスケ、そう、今のとことかもしっかりね、後半ちょっとね、行きます。解放するのが早かったからな。はい、千歳、そうそうそう、しっかり耐えて、そう、耐えて解放。ハルト行きます、お願いします。まだ、まだ、あ、今早かった。そう、ダッキーの一本でもいいぞ。そう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 、ヒーター帰ってくるまで、はい、待つ。はい、ハルト、よし、そう、今ターン良かったな。水川です、お願いします。そう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 、よし、はい、水川、ほら、どうだ、手だけ行ってないか。こっちはだいぶ良かったね。ほら、こっち、ほら、スピードが出た時に、そう、今のターン良かった。そう、ほら、意識すればできるぞ。次、マスターです。トイレ行ってきます。オッケーです。マスター、ちょっとね、やっぱ。はい、マスター、また基本練習。そう。はい、この感覚ですよ。この感覚。はい、コーシー。待ってね、もうちょい見てタイミング合わせてもいいね。ゆうや、こいつを残っていきするや。ギュンギュンギュンみたいな、そのぐんぐん乗っけるのあんまり良くないな。マスターです。マスター、次ハルトです、お願いします。いいよ、ちょっと待ってな。よー、ハルト、体回んないように、落ちてきてなよ。行きます。ちっとせーなって言ったら持っていいな。よー、はい、ちとせー。みんなめっちゃ下下じゃねえ、なんかわざとか遅いよ、きっかけが。水から行きます。いいよ、水か。タイミング合ってない気するけど、うん、ちょっとね、スタッシュ帰ってくるまで待って。あ、来た、人気来いよ。よし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 、もっと踏んでいけ。だいぶ踏めるようにはなったけど、もっとタイトにもいけるな。だいぶ良くなったな。コース。そう。だいぶ流れなくなったじゃん。よいや。
さあ一発として乗って、ちょっと巻いてるよね。ここもちょっとタイトにいけるよ。うん、マスター、ちょっと全部一致に乗ってるな。ハルトです。よー、ハルトね。あのさっきの動き良かったからもう一回な、元気来いよ。動き大きく動かして。あ、よいしょ。おー、いいやん。はい、いいね。次のポールの方にギュンって、そう、めっちゃいい、良くなってねえのか。お願いします。しっかり加圧して、一旦ターミナルしっかり開放して、ね。よし、純ちゃんね、全部下下になってるんやけど。ちょっと上に伸びちゃうのがもったいねえな。もうポンチョ脱いだな、これ。引っかかってね。よー、千歳もね、ちょっと下下になってるからな。千歳。いい、もうちょっと長く板乗ってあげられたらいいな。カミカミだわ。はい、水川、うちにな、寄りかかって残さないように。ジンです、行きます。いいよ。なんか繋がんねえんだよな。抜けたな。行きます。大きく締めて。そう、加速さするんだぞ、しっかり。片足だけじゃなくて両足で踏んでいけるように。よし、えぐ、いや、ね、ここいいけど、感謝ね、入ってからタイトに行けたらいいね。あるとだいぶいいぞ。ただな、ポール過ぎてからちょっと左のね、脇ちょっと伸びるときあるからな、内側に寄りかかるんじゃなくてしっかり外足にグッて乗ってあげるようにな。もうバットマンみてえなってんぞ。ちょっと外脇、そう、絞って絞って、なんかうまくなってるぞ、おい。そうそうそう、いいやん。クローチングでも打ち方落とさないようにな。そう、いいやん。マスさん、あ、さっきちょっと足に乗れてる。ただね、内寄りかかりの滑りになってるんですよね。ジュンです、お願いします。ジュン、さっきどうだった？はい、ジュンちゃん、チームバットマン早すぎ。あとちょっと上にね、ターン早めに終わって待ってるから、そこだけでちょっと行きます。なんとかしたい。上に伸びて待ってないよ。ちょっと悩んでますね。はい、行きます。よえ、ジン、ちょっと出しておくねえか。何か
いやちょっとな、上いいけどな、下の数ターンでな、ちょっと外足だけになっちゃってる時あったからな、内足もしっかり使えるように両膝グッて入れてくるんやぞ。やっと両足で来いよ、ギューって。そうだいぶスピード出せるようになってきたやん。前半早めに行けたらいいね。ハルト、そう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 、ちょっと落としたよ。そう、いいね。はい、ゆうや、次、マスターです。はーい、じゃ、ちょっとつなげていけ、ほんとねー。おい、ちょっとほっとして、なんかのんびりしてない？下勢行きます。マスさん、なんだっけ、そうそうそう、おーっと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 、また霧が出てきたな。これもうちょっとな、外足の上にな、球を持ってきたらいいんだけどな。ちょっとまだ打ち方落ちて、重心が下勢、腕持って帰っても肩引かれせんよな。なんか噛むな今日。見え、出せ、順です、行きます。ちょっと待って待って、いいよ。水川、ちょっとターン指導が遅いんだよな。ターンの、ね、後半のポールの抜けにタイミング合うようにしっかり前半作ってこないと。いいよ、しっかりね、さっきみたいに体をね大きく使ってくるとね、すごいよ、いいよ。でね、ハルト、ハルトです、お願いします。おー、きっと、はい、きっと、ちょっとね、やっぱ後半外足だけない時あるからな。はいよー、ハルトもね、クロッチングの時肩を落とさないようにだけは意識してこいよ。ハルト、そう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 、打ち方、打ち方を下げない、はい、耐えろ。そう、クロッチング組んで打ち肩落とすなよ。そう、もうちょっと手前に出してもいいぞ、クロッチングは。ちょっと見えねー、見えない、荷重するタイミングですね。ここ、そう、ちょっと打ち乗った今。そうそう、後半ね、ちょっと打ち方コテっていくのちょっと止めたいですね。上に抜けてる、待つなよ。はい、ゆうや、しっかり板走らすタイミング作って、たわめて、そう。マジでバットマンなんですけど。ハルト、さっきすごい良かったぞ。まあ、あれぐらいな、しっかり体の動き…何もんですか？話聞きよう。
あと100本。よし、ハルト。よし、打ち方落とさない。耐えろ。そう。踏んで、ギュンって。そう。お、クロちゃんでも肩落とさなくなったやんか。そう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 。しっかりな、板が進もうとする方向に体も一緒についていってあげるってことやぞ。逆行するとな、ダメだから。はい、順。しっかり荷重のタイミングと罰重ね。で、上に抜けすぎない。後半に打ち残すなよ。ちょっとやっぱ上に終わっちゃうな。来た。さあ、できるか、しっかり。俺のところからできたぞ。上から行くんや。頑張れ頑張れ。ここから気持ち入れ替えてくれ。いけいけいけ。そう。両足、両足。早く早く早く返す。そう。もうちょい。お、クロチング組んでる。いいね。打ち方下がってないからすごいいいよ。お願いします。よー。上伸びしないようにな。そう、荷重のタイミング。ギュッ、強くグッていけるな。あとは荷重と罰重のね、メリハリをしっかりつけてあげるように。ちょっと落ちるな、肩。ローテーションと打ち方がね、かかん途中、それだけちょっとなんとか止めたいっすね。この辺は、ちょっと大事な。ラオさん。コース。ラストは落とすなよ。板がね、やっぱ浮いて止まっちゃうからな、浮かさんように。はい、ゆうや、ラストしっかり動き止めんなよ。あと浮かした瞬間に終わりだからな。スケボー、ちょっと課題見えたな。マジで原始的すぎるだろ。誰も無水入れねえじゃん。そうそうそう。一旦ずつ終わんないようにね、 S みたいに二旦完結みたいな感じでつなげれたい。いいやん。あれだ、ラストいいぞ。いいぞ。カミカミだわ。そう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 、しっかりターミ前半から作れていいよ、これ。いいね。一瀬です、お願いします。一瀬、ラスト。こう当たってな、一緒に伸びてパンパンとこう叩かれて落とされるの、これなくなったらだいぶ速くなるんだけどな。お願いします。よー、しっかりリズムな、崩されないようにな。さっき動き良かったからな。あと待たないようにな。あの動きコンパクトにターン終わるから、その分上に伸びちゃダメだぞ。じゃあラスト、ヒュッて上に抜いてますね。よ、バタバタしております。そう、板の動きだけ絶対止めんな。板の動きさえ繋がってればもういい。ちょっとロスったな。